3番ショート鳥谷。夢の見スピードをバカにされた少年が夢をつかむ物語を見事な逆転劇を両手で巻き起こせ見せつける。この甲子園で歴史的な瞬間を目にするかもしれません。大当たり、セカンド上、抜けた、ヒット鳥谷、通算2000本安打は長打になった。しかもタイムリーになる。中田に帰ってくる。2対1、鳥谷おめでとう。通算2000本安打はタイムリー。生え抜きの鉄人が2000本安打をこの甲子園で決めました。鳥谷隆選手はただいまの安打で公式戦通算1打席目で決めました。阪神タイガースから記念のパネルが贈られました。そしてショート鳥谷、取った。